欧州サッカーのチャンピオンズリーグとかいうのに詳しい人来てくれ。あれ検索したら半年間以上やってるんやが、どういうこと？サッカー複雑すぎる。欧州のクラブチームの王者を決めるゲームや、毎年あるし無茶なチームが勝つゲームや、普通のリーグ戦、カップ戦やりながらチャンピオンズリーグ予選、グループリーグ、決勝トーナメントとやっていくから時間かかる。土日に国内リーグ戦、カースイにチャンピオンズリーグ消化してると思えばええんや。チャンピオンズリーグに出られないクラブは、ヨーロッパリーグやら国内カップ戦やってるんや。各リーグの1位がトーナメントする方がおもろくね。すぐ終わってまうやん。一応クラブワールドカップっていうのがあるで、なお。これで活躍するのもスターの条件って感じがする。ずっと見てる人にはいいかもしれんけど、最近見始めた勢には大会多すぎて複雑だよな。ほんまやで、野球を見習えよ。チャンピオンズリーグってヨーロッパのプロリーグやったらどこでも出場権あるんか、ブルガリアとかノルウェーのリーグでも。リーグごとにランクがあって参加できるチーム数が違う。上位リーグは3位まで即本戦とかやけど、下位のリーグのチームは予選出て勝ち上がらないと本戦出れん。こうやって、にわかだった人が見始めてくれると嬉しい。ムバッペメッシが凄すぎて見たくなってもた。ダゾーンとかで有料やったら諦めるけど。ワールドカップよりレベルで言えばはるかにチャンピオンズリーグのが高いからな。ワールドカップでサッカーハマったならぜひチャンピオンズリーグ見てほしいわな。普段はメッシとムバッペはチームメイトやからチャンピオンズリーグ優勝目指して共闘しとるで。ワウワウだのダゾーンだのに加入すれば、欧州リーグすべて見れるん？それともリーグ別だったり試合別に課金が必要なん？ダゾーンだとスペイン、イタリア、フランス、ベルギーあたりが見れる。プレミアはスポティービーとかそんなん。ブンデスはスカパー。毎回ベンフィカ応援しとるんやけど、今回パリサンジェルマンに引き分けたから、なんとか上位行ける気がしている。ある程度サッカーにハマり出したら、J リーグも見てくれな。リーグだけで言えばイングランドプレミアリーグがダントツで面白いから、とりあえず最初はアベマ無料で何試合か見ればいいよ。プレミアで三笘のいるチームでも見ようかな。